それから洗濯してくれる人いなくなっちゃう。困るなあ。あなたはお母さん病気だとどんなことで困る？石田君は一緒に遊べなくなる。それは深刻だ。お母さん病気だとどんなことで困る？お母さんは自分で食べればいいじゃない。ご飯を作ってくれる人いなくなっちゃうんだ。あなたはお母さん病気でどんなこと困る？困らない？洗濯する人いなくなっちゃうんだ。そう、そこで皆さんはお手伝いをします。お手伝い、お手伝いって言うな。お手伝い。で、今日はちょっとそのハンマーちょっと取ってくれる？今日はね、お手伝いをしない子を見つけてね、これでお尻をぶたたいてやろうと思うの。お手伝いしてないおバカさん、いい？それを今日見つける。お母さんが重い荷物を持っていたら一緒に運んであげる人手を挙げてください。あんたやってないの？あんたやってないの？お母さんにも重い荷物持ってたら、ちょっといらっしゃい、お尻を持って、これでぶったたいて、やってる？やってない。熊谷君はどうなの？お母さん重い荷物持ってても助けためないの、あなたは。うん？してる？じゃあ手あげなさい、あなた。先生今日ぶったたくぞ、お前。石田君は？やってないの？ちょっといらっしゃるんだ。お母さんが洗濯した後、洗濯物畳んであげたり干してあげたりして手伝ってる人ってあげてください。はい。なんでやってないの？いらっしゃいよ。これでお尻をと叩いてあげる。痛いぞお前。この前叩かれてお尻がね、皮めくれちゃって病院行った子いるんだもん。あんたやってないの？やってない。お掃除、お母さんお掃除してるときに一緒にね、掃除機持ってあげたり、そうやってるか。やってる。そうか、やってるか。あんたはどう？お料理、お母さんがお料理してるとき横でね、お料理を手伝ってあげたり、お皿並べてあげたりしてるか。うまい、偉い。あんた作ってあげてる。素晴らしいね。やってる？ならいい。ゴミ出し、ゴミを集めてゴミを出してあげてる人。あんたやってないの？いつもお手伝いをたくさんしてる人手挙げてごらん。はい。お手伝い、お手伝いをたくさんしてる人。はい。お手伝いをほとんどしてない人手挙げてごらん。お手伝いをしてない人。いないか？これでお尻叩くと痛いんだよ。やってみる？叩いてみたい？先生のお尻、先生の尻叩いてみたい人いる？これって。はい。まああんたならそう痛くねえだろ。来てごらん。叩かしてあげる。先生の尻叩かしてあげる。どれぐらい痛いか実験して見せてやる。いらっしゃい。こっちから待った方がいいな。あんたさん、こっちこっち。近いよ。これでね、先生の尻バシンと叩いてごらん。いい？痛いよ。うわあ！はいってなるの？あんた、じゃあお手伝いしてない人ちょっと言ってごらん。お手伝いしてない人、いってでででで、うーじゃないのよ。 お手伝いしてない人らしたらちょっとお尻叩いてあげるから。してる？じゃあお手伝いしてる人ってあげてごらん。お手伝いしてる、遅いんだよ手のやり方が。してる人はさっと手上がるはずだぞ。お手伝いしてる人、はい、たくさんしてる人、はい、全然してない人、あーそんなでいいよ。よし、ケロちゃん、ケロちゃん、ケロちゃんどこ行った？あいつは。ケロちゃん後ろにいるよ。ケロちゃんね、これから聞いてみるか。ケロちゃん、みんなの名前知ってる？うん。なんて名前？マキー？マキーって子知ってるの？うん。じゃあ先生マキーって言うときっとはいって言うよ。マキー、マキー、あれマキちゃんっていない？いる？どこに？
前にいる、うん、マキーはいって言わなきゃ。マキー、はい、あなたのお父さんの名前なんて名前ですか。サトシ。お母さんはリツコ。おお、お兄ちゃんいるよね。お兄ちゃんいる。うん、はい、ハイト君また知ってるの。うん、本当はビザも来てるの。うん、本当はハイト君、あのハイト、かっこいいハイト君、ダンダのお兄ちゃん。本当、うん、おじいちゃんの名前知ってる。総吉。おお、言えたじゃない。おばあちゃんは、うん、分かんない。リホコちゃん。リホコ言ってみない。ね、おばあちゃん名前あるんだぞ。みんなないと思ってる人多いんだけど。そうすると、おばさんの家族は全部で何人ですか。6人言えました。みんな手叩いてあげて。な、何、何、まだいる、うん、大吉、大吉、うん、何、うん、犬がいる、うん、マイケル。マイケルもいる、うん、マイケルっていうの、うん、天もいる、うん、ああ、天っていうのと、うん、本当、あなた犬大好きなの。うん、本当。はい、じゃあ次の人ね。ハルキー。はいって言わなきゃ。ハルキー。はい。あんたのお父さんの名前なんて名前ですか。お父さんの名前なんて名前。シンイチ。何？シンイチ？なんか。お母さんは？そう、めぐみさんだ。あんたのうちにあやのちゃんっているの。あれは妹かな、お姉さんかな。うん、もう一人いる。うん、本当。さな、なんていうの、お姉、もう一人お姉ちゃんなんていう名前。さなちゃんか、やっぱり。そうすると、あんたの家族は全部で何人ですか。5人。5人か。上手にやったら、みんな手叩いてあげてよ。上手にやったじゃない。そうた、はい、そうたくん、あなたのお父さんの名前なんて名前ですか。としお。え、としお。としおさんか。うん、としおさんでもね、お母さん知ってる。うん、聞いてみるか。うん、お母さんの名前は。ひとみ。ひとみさん、うん、あなたのうちにまゆちゃんっているじゃない。あれはお姉さんかの妹かな。妹。そうするとあなたの家族は全部で何人でしょう。4人。うん、4人か。そうか。まさき、はい、マーキー、はい、あなたマーキーさんっていうの。お父さんの名前なんて名前。え、大輔、思い出した。大輔さんって言うんでしょ。あんたのお父さんかっこいいんだぞ。うん、何、お母さん、お母さんなんて名前。え、お母さん、かよさんって言うんだ。あんたのうちにお姉さんいるでしょ。お姉さんなんて名前。え、みなみさん。そうだ、あんたの家族は全部で何人ですか。え、大輔さんと、かよさんと、みなみ、そやろ？で、僕と、マーキーさんで、みんなで何人だ？ 4 人。ん？ 4 人。カブトムシもいる？うん。まあね、メダカもいるね。その次は、ケイト。はい。あんたケイトっていうのか。うん。お父さんの名前は？お父さんの名前は？トモヒロ。ん？トモヒロさん。お母さんは？マサミ。マサミさん。あなたのうちのお兄ちゃんがいるよね。なんて名前？アサミのハルト。ハルト。さっき来たのはあれ、おじいちゃん？ん？一緒に来たじゃない。うん、おじいちゃんの名前なんて名前？おじいちゃんじゃない。カズナリ。カズナリ。覚えていない。カズナリさんだぞ、お前、有名な。わかるか？カズナリ。あなたの、そうすると、家族は全部で何人ですか。5人。5人、うん、5人だな。もう一人やってないのは、ヤムさん。あなたのお父さんの名前。